ペースカーに率いられる各社、テキサスで2007年のナスカール・ネクステルカップシリーズは2月10日のデートナインターナショナルスピードウェイにおけるバドワイザーシュートアウトで始まり11月18日のホームステッド・マイアミスピードウェイにおけるフォード400で締めくくられた2007年のチェイス・フォー・ザ・ネクステルカップは ニューハンプシャーモータースピードウェイにおけるシルバニア300から争われた。2007年シーズンはネクステルカップとしての最後のシーズンであった。ヘンドリックモータースポーツのジミー・ジョンソンがタイトルを制し、マニファクチャラーズタイトルは26勝を挙げたシボレーが獲得した。ゲータレードデュエルノート第1レースはグリーンホワイトチェッカーのため3ラップ延長。 レース後の車両検査で、ジェフ・ゴードンの車が、ショックアブソーバーのボルトの取り付けミスで1インチ車高が低かったことが判明した。ゴードンの優勝は変更されなかったが、デートナ500の出走は42番手とされた。デートナ500ノート、レースは、グリーンホワイトチェッカーのため202ラップ、505マイルに、延長予選落ち、予選落ち、予選落ち、ノート、 レーガン・スミスは39号車で予選を行うことになっていたが、車両は予選前に出走を取りやめた。予選落ち、ノート、レースは、グリーン・ホワイト・チェッカーのため504ラップ、252マイルに、延長予選落ち、予選落ち、ウォード・バートン、ポール・メナード、ケビン・レページ、マイケル・オルト・リップ、ケニー・ウォレス、ブライアン・ビッカーズ、予選落ち。 デビッド・リューティマン、ジェレミー・メイフィールド、ジョン・アンドレッティ、A.J. アルメンディンガー、マイケル・オルトリップ、ウォード・バートン、ケビン・レ・ページ、スコット・ウィマー予選落ち、ジェレミー・メイフィールド、マイケル・オルトリップ、ジョン・アンドレッティ、ブライアン・ビッカーズ、A.J. アルメンディンガー。マイク・ブリス、ブランドン・アッシュ予選落ち、マイケル・オルトリップ、ブライアン・ビッカーズ、デイブ・ブラニー、A.J. アルメンディンガー。 ケンシュレーダー、マイク・ウォレス、ケビン・レページ、ジョン・アンドレッティ、マイク・ブリス予選落ち、ブライアン・ビッカーズ、マイケル・オルトリップ、ジェレミー・メイフィールド、ケンシュレーダー、デール・ジャレット、ケビン・レページ、マイク・ブリス予選落ち、ウォード・バートン、スコット・リグス、ジェレミー・メイフィールド、デール・ジャレット、マイク・ブリス。マイケル・オルトリップ。予選落ち、デビッド・リューティマン、ウォード・バートン、ポール・メナード、 ケビン・レページ、マイク・ブリス、マイケル・オルトリップ。予選落ち、デビッド・リューティマン、ポール・メナード、デーブ・ブラニー、ケビン・レページ、マイク・ブリス、ケニー・オレス。ノート、レースは、夕闇と雨のため106ラップで、終了予選落ち、ジェレミー・メイフィールド、ケビン・レページ、デール・ジャレット、マイク・ブリス、マイケル・オルトリップ、ケニー・オレス。予選落ち、ウォード・バートン。 ジェレミー・メイフィールド。ケビン・レ・ページ、デール・ジャレット、マイク・ブリス、ケニー・オレス。予選落ち、ウォード・バートン、ブライアン・ビッカーズ、A.J. アルメンディンガー、ケニー・オレス、スコット・リグス、クラウス・グラフ、ブランド・アッシュ、ブライアン・シモ、ポール・メナード予選落ち、マイケル・オルト・リップ、チャド・チャフィン、A.J. アルメンディンガー、ケニー・オレス、スコット・リグス、デール・ジャレット。ノート。 予選の直後、ブライアン・ビッカーズの運転する、レッドブル・レーシングの83号車が、予選後検査で、全部バランスが低すぎたため、予選タイムが無効とされた。ビッカーズのポジションからは、チャド・チャ・フィンがスタートすることとなった。レース後、カイル・ブッシュ及びジョニー・サウターの車両が、本戦後検査で車高が低すぎたことが判明した。両、チームとも車両が没収され、 ドライバー及びオーナーズポイントが25ポイント、無効とされた。クルーチーフは2万5000ドルの罰金を課され、次のニューハンプシャー戦後の9月19日まで、執行猶予とされた。予選落ち、ジェレミー・メイフィールド、A.J. アルメンディンガー、ラリー・フォイト、マイケル・オルト・リップ、ケビン・レページ、ウォード・バートン、ボリス・セッド、マイク・ウォレス、エリック・マクルア、カーク・シェル・マーディン予選落ち、 スコット・リグス、ケビン・レページ、デール・ジャレット、ケニー・オレス、ブライアン・ビッカーズ、AJ ・アルメンディンガー予選落ち、ジョー・ネメチェク。ジェレミ・メイフィールド、ケビン・レページ、デール・ジャレット、ケニー・オレス、AJ ・アルメンディンガー。ノート、レース後のインタビューが、スピードウェイ・パブリックアドレスシステム及び、ESPN で放送され、トニー・スチュワートは、 This, one is for everyone in the stands who perform e and have to take all the b l u e from everyone else とのように発言した。7月31日にスチュワートは2万5000ドルの罰金を課された。スチュワートとチームオーナーのジョー・ギブズは、ナスカールのレギュレーション、マイナスレースの放送において卑猥な言葉を発した、マイナスに反したとして25ポイントが減算された。 予選落ち、マイク・ブリス、ケビン・レページ、ケニー・オーレス、AJ ・アルメンディンガー。ジェフ・ゴードンは2007年のチェイス・フォー・ザ・ネクステルカップに、進出した初のドライバーとなった。予選落ち、マーコス・アンブローズ、AJ ・アルメンディンガー、ウォード・バートン、クラウス・グラフ、ボリス・セッド、ブライアン・シモ。ノート、8月11日の土曜日に、ビル・エリオットが、 セットに代わって、ウッドブラザーズ、JTG フォードの21号車をドライブすることが発表された。ノート、レースは、グリーンホワイトチェッカーのため406マイルに延長予選落ち、ジェレミー・メフィールド、デール・ジャレット、スコット・ウィマー、AJ ・アルメンディンガー、ケビン・レページ・デニー・ハムリンが5位でフィニッシュし、2007年の チェイス・フォー・ザ・ネクステル・カップに進出した2番目のドライバーとなった。予選落ち、デビッド・リューティマン、スターリング・マーリン、ブライアン・ビッカーズ、ケビン・レページ、スタントン・バーレット。予選落ち、ウォード・バートン、スコット・リグス、デール・ジャレット。予選落ち、ウォード・バートン、ジェレミー・メイフィールド、ケビン・レページ。マイケル・オルトリップ。予選落ち、サム・ホーニッシュ・ジュニア。 ジェレミー・メイフィールド、ケビン・レページ、デール・ジャレット、マイケル・ウォルト・リップ、ボリス・セッド。ノート、ジョン・アンドレッティは予選を通過したものの、予選後の検査で失格し、彼のポジションはセッドに与えられた。予選落ち、ウォード・バートン、スコット・ウィマー、サム・ホーニッシュ・ジュニア、ケビン・レページ、デイブ・ブラニー、ジェレミー・メイフィールド。ノート、レースは、夕闇と雨のため210ラップで、 終了予選落ち、A.J. アルメンディンガー、ブライアン・ビッカーズ、ジョン・ウッド・オード・バートン。予選落ち、ウォード・バートン、サム・ホーニッシュ・ジュニア。スターリング・マーリン、スコット・リグス。ジェレミ・メイ・フィールド、ケビン・レ・ページ、ボリス・セッド、A.J. アルメンディンガー。予選落ち、サム・ホーニッシュ・ジュニア、カール・ロング、カーク・シェル・マーディン、デール・ジャレット、ジョー・ネメチェク、ブライアン・ビッカーズ。予選落ち、 サム・ホーニッシュ・ジュニア。ジェレミ・メイフィールド、ケビン・レページ、ジョー・ネメチェク、ブライアン・ビッカーズ。予選落ち、デビッド・リューティマン、ウォード・バートン、サム・ホーニッシュ・ジュニア、バーニー・ラマー、マイク・スキナー。予選落ち、ウォード・バートン、バーニー・ラマー、ジョン・アンドレッティ、マイケル・ウォルトリップ。予選落ち、デビッド・リューティマン、ウォード・バートン、デール・ジャレット、ジョン・アンドレッティ、 マイケル・オルトリップ、A.J. アルメンディンガー。予選落ち、トッド・ボーディン、バーニー・ラマー、ジョン・アンドレッティ、マイケル・オルトリップ、ジョー・ネメ・チェク、A.J. アルメンディンガー。ありがとうございます。